公職上司軍は中華人民共和国の革命バレー、文化大革命期間中、上演が許された八作の様い鍵、公職経典の一つ。1931年に海南島で結成された中国共産党参加の海南島ゲリラ部隊中国高能工軍第二独立師団第三団女子特務連隊の実話を元にしたもので海南島で 中国国民党につながる反動地主の横暴に対して立ち上がった女性農民が公職上司軍を組織して反動地主を打倒する姿を描いた。1961年、シャススムによる劇映画が上映。1964年に舞台バレエが北京天京劇場で初演。さらに1971年にバレエ映画。1972年に 狂撃版映画が上映された。文化大革命期を代表する芸術作品だが、バレエ版は白髪女と共にバレエ民族化の代表作とされ、21世紀の今日まで上演され続けている。1972年バレエ、白髪女と共に訪日公演が行われた。1930年代、海南島の万泉川一帯の野輩足祭で、 国民党につながる反動地主、南派天から暴行を受けた下女、後経家はジャングルに逃れ、そこで共産党員、コーツネアオと出会い、その指導で公職上司軍というゲリラ部隊に参加する。一度は、拙速な作戦で南に逃げられ、損失を被るが、支援による報復でなく、農民を反動地主から解放するという大義に、目覚めたことから、ついに南を捕らえ、 処刑することができた。そして、上司軍は共産党の主力部隊と合流し、南ら地主勢力を一網打尽にすることに成功。5は上司軍連隊長となった。ありがとうございます。